在日米軍再編計画について、一言申し上げたいと思います。これまでも何度も申し上げておりますけれども、普天間の飛行場の移設につきましては、とにかく沖縄の皆様の理解を得ながら丁寧に説明をしていく必要があるというふうに思っております。そのためにはですね、沖縄の負担をできるだけ早期に先行的にですね、軽減をしていく、そしてあらゆる努力をしながら、やはり普天間の基地というのはその危険性の除去というのが喫緊の課題でもございますので、この問題についてですね、丁寧に説明をしながらですね、進めていくことが重要だというふうに考えているところでございます。で、今回の日米協議はまさにそういったことを可能にするためのものということでございまして、今回の発表はその方向性を明確に示しているというふうに考えているところでございます。沖縄の負担をできるだけ早く軽減する、パッケージを切り離すということにつきましては、中山知事をはじめ地元の皆様から繰り返しご要望をいただいてきたところでもございます。日米両政府として我が国の安全保障に不可欠な抑止力を担う在日米軍の安定的な駐留を確保するという観点からもですね、沖縄の皆様の声に最大限応えていくことの必要性を十分認識をしているところでございます。これからですね、数ヶ月かけて日米間で精力的に協議を行って結果を取りまとめていきたいというふうに考えているところでございます。